サトミトン、1888年7月14日から1983年1月21日は、日本の小説家。兄、有島武雄、幾間の友人、志賀直也の強い影響を受け、白樺総監に参加。人情の機微を描く心理描写と会話の巧妙を、発揮して、高い評価を受け、晩年まで長く活躍した。日本芸術院会員。文化勲章受章。 1888年、有島武氏と妻、幸子の四、男として、神奈川県横浜市に生まれる。生まれる直前に、母方の叔父の山内秀夫が死去したため、出生直後にその養子となり山内秀夫となったが、有島家の実父母の下で、他の兄弟と同様に育てられた。 1900年に学習院中等科へと進み、この頃から泉京花の作品に慣れ親しむ。同校等科を経て、東京帝国大学文学部英文化へと進むが、ほどなくして、同校を対抗し、バーナードリーチにエッチングを教わる。1910年4月、志賀直哉や武者の工事さねらが創刊した雑誌、白樺に二人の兄と共に同人として参加した。 ペンネームの里見は、電話帳を、ペラペラとめくり指で、トンとついたところが、里見生であったとしている。滋賀の手引きで吉原などで誘導し、父母に強行に許しをこい、大阪の芸儀、山中正と結婚した。その経歴が、今年だけ、多情物心などの代表作に現れている。滋賀のア、安アコーの冒頭に出てくる友人、坂口は、トンがモデルである。 1914年には、滋賀と共に、松江で暮らし、このことを、滋賀は、暗夜航路に、トンは、今年だけに生かしている。1914年、夏目漱石の依頼を受けて、母と子を、朝日新聞に連載。1915年、バニ初恋を、中央航路に掲載して、本格的に、文壇デビュー、翌年同士に、全身悪心を発表。 トの初期の代表作とされ、同年、同名の短編集を刊行、祖母、静子に献じる。1917年、新小説に、銀次郎の片腕を発表する。1919年、時事新報に、今年竹を連載するが中絶、後完成させる。この年、吉井さ久米正らと、雑誌、人間を創刊した。1920年、霧畑を、 国民新聞に連載する。1922年から翌年大晦日まで多情物心を時事新報に連載した。同年、兄、竹雄の心中事件があり、トンは、兄貴はあんまり女を知らないからあんなことで死んだんだと、言ったという。1927年から1929年まで竹雄の心中事件を中心とした長編。 安城家の兄弟を三部に分けて発表する。1932年により6年間、明治大学文芸科教授を務めた。1933年、文史突破事件により妻の山内正、内妻の遠藤義久らと共に逮捕されたが、菊池博士の取りなしで翌日釈放され、罰金刑を受ける。1940年、菊池博士賞を受賞した。 1945年、川端康成らと鎌倉文庫創設に参加。1947年、日本芸術委員会員となる。1952年、道元禅師の話を連載。1954年、15代目、市村宇左衛門の出生の秘密に触れた、宇左衛門伝説を毎日新聞に連載した。1956年、短編集、恋心で、 読売文学賞を受賞する。昭和28年文芸春秋新者現代日本の百人、里見とん田村茂撮影へ長く、鎌倉に住み、鎌倉文史の始まりとされることもある。その縁で戦後は、大船の撮影所にもよく出入りし、小津安二郎監督とも親しく、小津と組んでいくつかの映画の制作にも関わった。1958年の、悲願下は、小津と、 野田工吾の依頼を受け、映画化のために書き下ろしたものである。四男の山内静雄は、松竹の映画プロデューサーであり、この映画の制作も務めた。トンは舞台への造形も深く、その縁から、歌舞伎、進派、文学座など、原作や、戯曲も多く提供し、また演出も行った。代表作に、花柳木翔太郎の当たり役となった、鶴亀などがある。 1959年、文化勲章を受賞する。1960年、秋日和を発表、同年、小津安二郎監督により、映画化されている。1961年に、極楽とんぼ。1971年に、五代の民で二回目となる、読売文学賞を受賞した。1971年、志賀直也の葬儀に再視長辞を読み上げた。 1983年1月21日に、肺炎のため、神奈川県鎌倉市の病院で亡くなったが、二十四節気の大寒にあたる命日は、大寒期と呼ばれている。同じく小説家の有島武雄、画家の有島育馬は共に実刑にあたる。姉の有島愛は、旧三笠ホテル経営者の山本直義と結婚、山本直義と愛との三男が、 作曲家で指揮者の山本直忠であり、直忠の長男が、同じく作曲家で指揮者の山本直澄であり、直澄の長男が、同じく作曲家の山本淳之介である。また、直らと愛の息子の山本直政は、与謝の鉄官、与謝の秋子夫妻の次女の与謝の七瀬と結婚した。俳優の森正幸は、長兄、有島武雄の息子なので、老いに当たる。 山本雅人の間に、長女、夏江、長男洋一、次男正理郎、次女瑠璃子、三男、小三、四男子像を設けた。元赤坂芸儀の菊流を愛人にした。里見との往復書簡が月、月明の営、とん、両心の願書として刊行されている。ありがとうございます。